はい、おはようございます。いよりひでおです。それではね、本日こちらのなんだっけ、ゴホームのね、追加コンテンツの方をね、引き続きやっていこうと思います。まあ多分クリアできないんですけどね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。なんかね、ちょっとね、コントローラーバグってますちょっと理由わかんないですけどね。まあ、これ今手離してる状態なんですけど、なんか、こんな感じになっちゃってる。どういうこと？どういうことかちょっとよくわかんないけど、まあ、プレイにはね、支障ないのでやっていきましょう。めっちゃ来てますね。緑色のね、マガ玉ですね。そちらの方を集めていきましょう。疲れちゃうね。ああ、なんかいたね。こんな感じで敵に見つかると追っかけられます。で、シャンシャンね、行ってる。あ、ちょっと。あ、コントローラー。コントローラーが、だいぶ盛大にバグってますね。よいしょと。この緑色の部分で、集めるとね、左下のメーターがあると思うんですけど、それが溜まっていきます。コントローラー、まあいいや。ちょうどいいハンデじゃ。よいしょ。でね、これ、うかつにね、マンホール飛び込むとね、飛び込んだ先でやられるっていうのが結構あるんですよね。なんでそこは気をつけていきましょう。よいしょ。世の中では3連休みたいですね。私昨日気づきました。3連休ってどうなんですかね。まあ、私はね、別に休めるので、嬉しい。ちょっと全然言うこと聞かないな。ただやっぱ休めない民から言うと、平日1日減るって結構でかくて、本来だったら月曜日に処理できたものをね、火曜にまとめて処理しなきゃいけなくなるので、社畜にとってはね、結構3連休って鬱陶しかったりしますよね。ゴールデンウィークとかもそう。お。早速2個目ですね。よいしょ。ああ、来てる来てる。このね、コントローラーバグってるせいで、なんか、あれが効かないですね。方向転換が。よいしょ。なかなか難しいですね。よいしょ。まあ、おそらくですけど、クリアね、できない気がします。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちを。よいしょ。ね、ジョイスティックの方に変えました。やりづれー。これはこれでやりづらいな。ちょっと待って、今まで、あ、そうね。はい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 。見てください、この軽快なステップ。やっぱね、コントローラーが悪かったみたいですね。めちゃめちゃ、おー、いいね。めちゃめちゃ軽快ですね。あいつが来るから、あ、いる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 。えい。
これでもあれですよね、やっぱり。近くに飛ばされるから、あんまりあのマンホールの意味合いってないですよね。よいしょと。はい、というわけでね、皆さん3連休いかがお過ごしでしょうか。よいしょと。まあ私はね、3日ともお休みいただ、明日ちょっと午前中だけね、打ち合わせがあるんですが、見つかった。まあ昨日今日とね、明日も午後からはね、お休みですね。怖いね。で、昨日は、午前中ね、結構精力的に動いて、夕方からはね、いつものボイトレをしてましたね。で、今年のね、誕生日に、私、剣道やってるんですけど、剣道のね、道の方を新しく新調しまして、まあ、今使ってるのも全然使えるんですけど、剣道の道って、胸の飾りがあるんですよね。で、そこがね、結構、まあ、剣道の剣、まあ、昨今だと剣道具っていうんですかね。剣道具の中でも、個性が出るところで、みんなね、自分の好きな形のね、胸の飾りをつけてたりするんですけど、ちょっとね、どうしても欲しい胸飾りがあって、まあ、ちょっとね、正式名称、正式名称はね、お店の名前で言うと、変わり三回松っていうね、形なんですけど、まあ、関東三回松なんてね、言う方もいらっしゃいますね。そちらの方のね、銅をね、ちょっとね、作ってたんですけど、まあ、二ヶ月経ってね、ようやくそちらの方が完成しまして、まあ、昨日ね、X の方で結構つぶやきまくってたんで、ちょっと実物見たい人はね、そっち見ていただければと思うんですけど、いや、めちゃめちゃいいんですよ。かっこいい。そこのね、雲の形、まあ僕今使ってるのが、通常のね、三回松っていうね、30年ぐらい前に流行った形なのかな。そちらの方をね、ずっと使ってたんですけど、同じね、まあ、触光って言ってね、飾りの中のね、模様があるんですけど、そこはね、紺の一色。まあ、通常ね、二色使って作るのが普通なんですけどね。それはね、紺の一色で作っております。入れないか。そうで、そのね、関東三回松、変わり三回松っていうのが、まあ今も、高知になっちゃったんですけど、まあもともとね、警視庁のね、内村良一さんという方がね、使ってた形なんですよね。まあ内村先生の場合は、僕と一緒の紺のね、一色に、中の飾り、僕は花菱っていう飾りにして、花菱っていう形にしてたんですけど、内村先生の場合はここは、朝から朝模様にしました。でね、先日剣道の世界大会があったんですけど、そこで採用されてたのもこの関東三回松に、ちょっとね、S字の模様を追加した、まあ、栄光本雲っていうのかな、あれ。栄光武道具さんっていうね、武道具屋さんのオリジナルの形になってましたね。まあ、僕がね、高校ぐらいの時は、あまりその触光とかっていうのをつけない、まあ、これ今もね、割とベーシックな形なんですけど、鬼雲っていうのがね、非常に流行ってて。まあ、ただ僕はね、昔からこの松飾りっていうのを結構使ってたことがあったんで、防具をね、新調するときにはね、大体松飾りのものを使ってますね。そう、そちらの方が完成したって連絡いただけたので、小伝馬町の方まで取りに行ってました。失礼。いやー、でもやっぱいいですね。剣道の防具って、まあ知らない人がほとんどだと思うんですけど、まあ昨今ね、
プラスチックになっちゃってるんですけど、まあ、銅ね、銅の話。昔はあれ、剣道のあの、お腹の部分丸く R がついてると思うんですけど、やべやべやべ。お、すげえ。あれって昔竹で作ってたんですよ。もう職人の技ですね。竹を R の形に折り曲げて、その上にね、牛かな？牛の皮を貼るんですよ。昔は水牛だったみたいですけどね。で、その貼った、まあ、あの、牛の皮と竹の間に一枚木綿挟むんですけど、で、その牛の皮に漆を塗るんですよね。漆を塗って完成と。で、その、作った銅材の上に、職人さんが手縫いを施した、胸の飾りっていうのをつけて完成するんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、伝統工芸品なんですよね、あれ実は。おっと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 。まあね、あの、店長さんとね、話してて、昔は、やっぱりね昔はね、やっぱり、まあ、いわゆる竹皮道って言うんですけど、竹道をね、結構強い人たちはみんな使ってて、大人のね、先生なんかも使ってたんですけど、まあ、昨今やっぱもう、あんまり出ないらしいですね。まあ、理由の一つとしては、昔と違って今ね、強化樹脂、強化プラスチックの道が結構主流になってるんですよ。で、まず、頑丈だと。まあ、竹もね、めちゃめちゃ頑丈なんですけど、それにね、負けず劣らずね、強化プラスチックの、銅に関してもかなり、頑丈にできているのと、まあ、何より安い。もうね、金額がね、5分の1ぐらいなんですよ。まあ、竹皮銅だと、まあ、いくらぐらいなの今、4万から5万ぐらいなんじゃないですかね、銅代だけで。でも、その強化樹脂のやつだって8000円から1万円ぐらいで買えちゃうんですよね。やっぱそうなってくると、ね、機能的にはね、一緒だったりするので、まあ、やっぱ皆さん安い方がいいよねってなって、その強化樹脂もしくはね、カーボン銅、カーボンじゃないか。なんだあれ。名前忘れちゃったけど、紙の銅があるんですよ。で、紙のやつは、漆塗れたりするから、結構ね、昨今はそっちも人気。ファイバード、ファイバード。まあ、結構ね、そっちもね、昨今は人気みたいですね。で、私もね、学生の時は、やられたんですけど、私は学生の時はね、樹脂銅を使ったんですよ。まあ、だけど高いからなかなかね、買えなくて、で大学入学した時に、母親がね、入学祝いだったってね、手差しのね、防具をね、買っていただきまして、そちらのね、セットの動画、竹道だったんで、まあ、1台実は持ってるんですよね。で、もう一つ、昨今ね、樹脂台が多い理由が、まあ、あと軽さですね。竹道重い。っていうのがあって、まあ、試合用とかね、普段の稽古用とかだと、やっぱり、樹脂銅を使う方が多いですね。ただ、やっぱり今回も実は、そのね、3回末のね、動画欲しくて、お店行った時に、最初ね、僕も樹脂で作ろうと思ってたんですよ。竹って実は結構扱い難しくて、やっぱり自然由来の材料なんで、結構気温とか湿度でどの形変わっちゃうんですよ。でね、そこをね、やっぱりキープするのにはね、なかなか結構手間が多くてですね。使い棒をやって短くならないようにしたりとか。適度にね、日陰で干したりしなきゃいけなかったりするんで、結構大変なんですけど、まあそれもあったんで、まあ、強化樹脂、強化プラスチックでいっかって思って、お店行って、ただちょっと胸はね、
やっぱちょっといいの作りたかったんで、お店のね、店主さんとね、どうしましょうっていう話をしてて、まあちょっと一回つけてみてくださいよと。まあ私、そこそこ体でかいので、サイズのこともあるからって言ってね、まあ最初やっぱ強化樹脂をまずつけるじゃないですか。で、その後に、こちらにこれ革道ですね。竹の道を渡されてね。なったんすよ。やっぱいいんすよね。まあ確かにね、重さはね、樹脂道よりあるし、よいしょ。軽かったかって言われるとそうでもないんですけど、こう体につけた時のフィット感がね、やっぱ全然違う。まあね、これ変わんねえよっていう人がほとんどだと思うんですけど、僕の体型の場合はやっぱね、すごい良かったっすね。まあ、あとね、何より見た目ね。正直、多分見た人が見ても、多分そんな変わんねえと思うんすよ。強化樹脂の見た目と竹道の見た目ってね。実際僕見ても、どっちって言われると、わかんないと思うんすけど、ただね、強化樹脂道って、やっぱね、R が、ちょっと立ってんすよね。で、竹道もね、作る場所とか職人さんによって全然違うんですけど、結構ね、丸みを帯びていい形してるんですよ。だからもう比べちゃうと、竹欲しいなーってなって、でね、昨今やっぱり、まあ昨日もね、その話をしてたんですけど、竹作る人がいないと。高いし重いし。なんで、結構有名なね、工場とか職人さんもね、結構廃業されちゃってるらしくて、今もう本当に国内で作れる人の数が少なくなっちゃってると。まあ、で、今回発注してからね、手元に届くまで2ヶ月ぐらいかかったんですけど、やっぱり、職人さんが少なくなってきてるんで、発注立て込むと、めちゃめちゃ時間がかかるっていうので、今回は、ね、時間かかっちゃったんですね。まあ、昔はね、埼玉の方に、浅野竹堂さんってめちゃめちゃ有名な工房があったんですけど、そこもね、どうやら数年前に廃業されちゃったみたいで、まあ、今回ね、私ね、その森部道具さんっていうところで作ったんですけど、まあ、森さんだったらね、浅野さんかなと思ったんですけど、五代塗りっていうところになってましたね。どうやら4、5年前に廃業されたみたいですね。よいしょ。朝塗りのね、浅野さんの竹道はね、丈夫なことで結構有名だったんですけど、残念ですね。で、胸の職人さんなんかもね、めちゃめちゃいい方いらっしゃったらしいんですけど、どうやら数年前にそちらの方もお亡くなりになったみたいで。こうね、なんか、日本のね、伝統技術というか伝統文化っていうのがなくなっていくのはちょっと寂しい話ですね。っていうのもあって、まあまだね、作れるうち、国内生産ができてるうちに、やっぱりちょっといい防具欲しいなっていうので、今回ね、銅の方を作りました。でもね、やっぱめちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいんすよ。やっぱ剣道具で体を守るものなので、しっかりしてるとこはめっちゃしっかりしてるんですよ。この胸のね、厚みとかめちゃめちゃあって、打たれても痛くないようになりつつ、僕がね、持ってるのが、まあ、それもね、手出しの剣道具で竹道なんですけど、それはね、昔地元の剣道具屋さんのね、セールで、うちの母上に買っていただいたやつで、当時の金額で多分一式で20万ぐらいなのかな。なんで、決してね、めちゃめちゃいいものではない。いや、めっちゃいいものなんですけど、いいものには変わりはないんですが、ランクで言うと、まあ、手差しで20万って言うと、そこそこリーズナブルな部類に入るものなので、めちゃめちゃね、高いものではないんですけど、よいしょ。まあ、それはね、中国製だったんですよね。メイドインチャイナ、ちゃんとタグがついてましたね。メイドインチャイナのタグがついてて、中国で作ったものなんですけど、やっぱね、比べると、やっぱ日本製の質の高さがわかりますね。
当時ね、15年前かな。私の入学祝いのね、その中国の防具もめちゃめちゃいい防具なんですよ。しっかりしてるし、革もね、上質なものを使ってたりするので、めちゃめちゃいい防具なんですけど、やっぱ日本製と比べると、ああ、結構違うんだっていうのは実感しましたね。特に胸飾りですね。2匹いる。胸飾りの部分が、やっぱり中国製のやつだとね、ちょっと雑なんですよね。わかんない。胸飾りはもしかしたら日本で作ったやつかもしれないですけど。ただね、今回作っていただいたね、胸の飾りが、花菱っていう模様なんですけど、昔作ったやつだとね、もう模様潰れちゃってるんですよね。なぜかというと、紺一色で作ってるから、模様もクソもねえっていうね、感じなんですけど。今回ね、同じ紺一色なんですけど、ちゃんと模様出てるんですよ。まあ、遠目から見たらね、紺一色で潰れてるんですけど、近くで見るとやっぱ全然違う。やっぱね、日本のね、職人さんの技術力の高さが伺えますよね。あ、お兄ちゃん。よいしょ。っていうわけで、ちょっとね、誕生日に発注した動画届きましたっていうお話がまず一つですね。よいしょ。まあでも最近暑いっすね。3連休ずっとクーラーつけてる。よいしょ。まあ今日はね、朝起きて、あ、モザイク。かわいい。朝起きてね、ご飯食べて、映画でも見たいなと思って。で、今何やってるんだろうと思ったら、キングダムやってんですね。なんで、キングダムが見たくて、ただね、私キングダムの1話見たんですけど、2話見てなかったんで、さっきまでね、アマプラで2を見てました。で、この後3見に行こうかなと思ってますね。3ね、王騎将軍のね、戦うところですよね。あれ僕ね、原作でも結構好きなところなので、結構楽しみですね。大沢たかおさんですね。はい、というわけでもう24分ですね。全然クリアできない。まあね、3連休だしね。まあクリアっつっても、ちょっとネタバレしますけど、特に何があるわけでもないんですよ。これこのまま、マガ玉を集めて、自分の住んでたマンションに行くっていうだけですね。そこでね、何か特別な何かがあるわけじゃないので、まあ、完全におまけ要素ですね。まあ、ただね、なんかね、こうやってね、ちょっとね、だらだら雑談する分には結構いいですよね。このゲーム。よいしょと。よいしょ。お。これね、なんかね。これなんかしゃがむといいらしいですね。うい、来た。ういさん。あ、そっか。残り二つあそこなのか。これ自信ないな。またクラウディアに邪魔された。いいね、楽しいね。やっぱ追いかけっこっていいですよね。追いかけっこしたいね。
大人の追いかけっこ楽しいっすよね。よいしょ。まあ、大人の追いかけっこって言うとね、なんかね、気持ち悪いですけど。よいしょと。緊張するね。いいね。やべ。よいしょ。でもなんかやっぱ最近アニメ業界潤ってるって言うと言い方あれだけど、なんか至るところでアニメーションスタジオがね、設立されたり、またね、買収されたりしてますね。ちょっと驚いたのが、どっかの会社が、動画工房を買収したっていうのはちょっと驚きましたね。なんかね、結構、でっかい資本のもと、小さいプロダクションが、買収されたりね、グループ会社になったりっていうの結構多いですね。コンクールだと皆さん何見てらっしゃいますかね。私気になったのは何、桜姫とかね、見ましたね。まあ、あと、推しの子のね、第2クールですかね。あれ結構攻めた内容ですよね。まあね、ああいう事件があったんでね、どうするんだろうって思ってたんですけど、なかなか触れづらい内容だと思うので。ただ、結構、まあ一つ言いたいのが、あれまあ原作者さんがね、あれ書いた時って、事件の前ですからね。そこは一つね、なんか勘違いしないであげてほしいですね。ああいう事件があったから、それを題材にして書いたわけではなく。おう。もともとね、数年前にあの原作の方が、ね、完成してて、しかもあれまあ作者が、実際のね、メディアミックス化の時に感じた内容っていうのを書いてるみたいですね。よいしょ。まあね、なんかあんま言うと角が立つんであれですけど、まあ実際あんなもんですよね。結構事件が起きた時とかって、内情何も知らないで批判してる方とかが結構多かったイメージですけど、なかなか難しいんですよ、やっぱ原作もののね、メディアミックスって。私もね、まあ、ドラマじゃないですけど、あ、桜姫。ドラマじゃないですけどね、何回かね、携わらせていただいたことがありますけど。まあ、やっぱ伝言ゲームになっちゃうのでね。本当にね、作者さんの求めてることとかだったりっていうのが現場に伝わるっていうのがなかなか難しかったりするんですよね。じゃあ、かといってね、中間に入ってる人たちが悪いかって言われると、そういうわけでもなくて。まあ、一つだけ言えるのは、みんな結構本気でやってるってことですね。なんか、良くないものを作ろうと思ってやってる人っていうのはいなくて。まあ、特にメディアミックスの場合とかって、出稿されるね、媒体が、やっぱり紙媒体じゃなかったりするじゃないですか。映像とかだったりね、音楽とかだったりするときに、やっぱり原作をそのまま当てはめちゃうと、うまくいかないことの方が多くて、その、なんていうんですかね、調整として、やっぱり脚本家であったりとか、そういった方々ね、入ってるのでね。まあ、当然ね、彼らもクリエイターではあるので、クリエイター同士がぶつかることはもちろんあるんですよ。だって本気でやってるんだからね。まあ、ただね、そこをね、うまくね、お互いね、意図を汲み取って、やっていけると、いいものが生まれるかな、とは思います、ね。よいしょ。まあでもやっぱね、こういう仕事してるとね、1話の引きの部分、直してくださいってどこですかつってね、アビコ先生が全部、全部っていう場面があるんですけどね、実際痺れますよ。おお、今か。まあね、ただね、原作者の先生がね、
やっぱり納得いってないものを世の中にね、出すわけにはいかないので全力でやりますけどね。よいしょ。やっぱね、それだけのね、人とかお金が動いてたりするので、やっぱそこの調整大変ですよね。まあアニメだとね、出版社の方がね、頭を抱えてましたけどね。まあ結構リアルな話でありますよね。まああとね、結構ね、皆さん、勘違いしてるのが多いのが、IP もの？原作あるものとか、そういったものをね、やるスタッフって、基本やっぱりその原作のファンを務めてる、原作のファンの人がね、務めることが多いですね。まあ、私なんかも、やっぱね、IP ものをやるときにスタッフのアサイン条件として、やっぱ読んだことありますかとか、好きですかっていうのは結構必須条件とかだったりしますからね。全然知らない人が好き勝手やるっていう感じではないのでね。そこはね、世の中結構勘違いしてる人多いんじゃないかなと思いますけどね。まあただね、そのね、物語の解釈とかってやっぱ人によって違いますからね。だからアニメの中でも原作読んでてこれなんですかと。だったらセンスないでやめた方がいいですとかっていうセリフありましたけど。わーやっぱそれもね、リアルになりますね。まあ、あとね、好きって言ったらその人の好きな度合いもあったでしょ。まあ難しい問題ですね。よいしょと。あとなんだろう、推しの子の2期と、まあ、桜姫、ね、いいっすよね。さっきダウンロードしてましたけど。まあ、このタイミングでアニメ化なんだと思いましたけどね。あとなんだろう、コンクール見てるやつって。怪獣8号も終わっちゃいましたしね。忘却バッテリーも終わっちゃって、ちょっと楽しみにしてたやつがね、次々と終わっちゃったんですけど。よいしょ。あ、推しの子じゃない。鹿の子ね。鹿の子いいっすね。なんか、令和版ボー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 っていう感じですよね。あ、違う。令和版ボー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 って感じがしますよね。カオス。私ね、原作知らないんですけど、それでもね、結構面白く見させていただいてますね。なかなか珍しいんじゃないですか。アニメ始まる前から、ブームがピークに来るっていう。あの歌もいいですよね。ヌン。ヌン。ヌン。鹿の子の子の子、コシタンタンってやつね。よいしょ。鹿の子の子の子こしたんたん。鹿の子の子の子こしたんたん。鹿の子の子の子こしたんたん。お、来た来た来た。鹿の子歌ってたら来た。まあ、キャラデザもいいですよね。キャラデザもいいし。内容も面白いし、好きですね。あとなんだろう、アニメ。まあ、ちょっと気になってんのその三つですかね。鹿の子と。鹿の子、推しの子、桜姫。ああ、いるいるいる。これクリアできる気がしないわ。
った。いいね、あの地蔵見やすくていいっすね。なんか横から現れそう。どっちが早いか。ああ、ダメだった。ああ、もう37分ですね。じゃあ次ラストにしましょうか。ちょっと思ったよりね、剣道の防具愛が出てしまいましたね。最近防具って言っちゃダメらしいですね。剣道具ってちゃんと言わないとダメらしいですよ。剣道具って言わなきゃいけないのに、防具袋は防具袋なんですよね。あれちょっと変わってますよね。だったらそれも剣道具袋なんじゃないのと思いますけど、防具袋は防具袋って言うらしいですね。じゃあ本気出しちゃおっかな。間違えた間違えた。あ、これ正面なんですね。なるほど。わかりやすくてよろしい。まあね、せっかくのね、3連休で明日も休みなんで、今日はちょっと夜映画見に行っちゃおっかな。キングダム見ちゃおっかな。よいしょ。え、てかマジジョイコンやりやすい。最初から重厚でやればよかった。あー、来てる来てる。てか、あの化け物2匹なのずるくない？まあ、クラウディアより遅いのはいいですけどね。クラウディアちょっと早すぎだよね。もう見つかったら、絶対助かんないですもんね。はい。あ、いた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 。ちょ、先クラウディア仕留めるか。違うか、でもあいつ解放しちゃうと。あ、でもあった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 。おぉやられた。はい、というわけで、40分やっちゃいましたね。本日の GO HOME ここまでにしようかと思います。はい、じゃあね、来週またクリア目指して頑張りましょう。それじゃあ皆さんバイバーイ。